皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トッサン TV、 トッサンでございます。さあ本日も始まりましたトッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はウクライナ戦争はリハーサルでは参ります。ロシア国営テレビでまたとんでもないことを言い出しましたね。ウクライナ戦争はリハーサルだと言い出しました。 NATO と戦う前のリハーサルだって言ってるんですね。そのリハーサルのせいでどれだけ多くの方が命を落として、そして心と体に傷を負って、人間の尊厳を踏みにじられて、家族が引き裂かれたか分かってんのかっていう話でございます。本当に怒りを禁じ得ませんけれども、本日はちょっと少しですね、そういう自分を抑えて冷静になって、なんでこういうことを言い出してるたのかっていう話からいきたいと思いますね。こちらでございます。はい、こちらですね、ジュリア・デイビスさんという方ですね。ウクライナ情報たくさん流してくださっております。あと、ロシアの国営テレビの情報なんかも流してくださってるんですけれども、英語なので翻訳かけて見ておりますが、まあ、この写真に出てる人ですね。この人がリハーサルだってことを言ったわけですね。で、ロシアの本当の敵は NATO であり、今回のウクライナとの戦争はリハーサルであるということを言ったんですけれども、この意図しているところは何かというと、本丸は NATO だから、ウクライナとの戦争っていうのは、ある一定の段階でやめても構わないっていうことを後ろに含んでいるということです。つまり、ロシアはロシアでうまくいってない。そして、もう制裁もきつい。で、装備品ももう古いもの引っ張り出さないと足りなくなってきている。巡航ミサイルももうほぼ2000発以上撃ってますんで、使い果たしてきているという中で、ロシアもロシアでやめ時ですね、幕の引き時というのを模索しているという段階になります。しかしプライドの高い国で、被害者意識の高い国なので、こういう形でいろんな形で理屈をこね回している状態ということですね。さらに言うと、国内で国民に対してロシア軍は強いんだ、有利なんだ、作戦がうまくいってるっていうプロパガンダをずーっと国内に向けて嘘つき続けてきました。そことの整合性というのも今取ろうとしていて、加熱しすぎたもの、 ZZZZ と言って国内で加熱しすぎた熱をですね、一回冷まそうとしているというところが見て取れるということです。これ以外にも壮大な言い訳を続けておりまして、例えばこちら仮蔵さんでございますね。で、これ何の話してるかというと、ですね、ウクライナ軍は思ったよりも強かったって話してるんですよ。で、なんで強いのか、理由は簡単だと。世界最強の軍、ロシアが訓練したから、ウクライナ軍は強いに決まってるじゃないかっていうことですね。それなりにこういう状況になるのは分かっていたよってみたいなことを言ってるということでございます。で、さらにもう一個がこちらなんですけども、これですね、マルガリータ・シモニャンさんという方ですね。ロシアトゥデイの編集長の方もよう出てくるんですよ、この人。本当によう出てきて好き勝手言ってる人なんですけども、シモニアンさんが、言うのにはですね、今回のロシアの戦争っていうのが、まあちょっと進みが遅くて、占領している地域もちょっとまあ思い通りには行っていないということ。で、この辺はもうちょっと隠さずに言うようになってきてはいるんですけれども、なんでこういう状況になってるのかと。もし、ロシアが、私たちが、ロシアが望めばと、もしロシアが思い通りにやってれば、ウクライナなんて数日とかからず数時間で対処できたんだって言うんですよね。うん。でも対処できたのはなぜかといえば、戦争ではなくて特別軍事作戦っていう枠でやってるからなんだということ。そして対処が遅くなっていることに対して、実は自分たちはウクライナの人たちに申し訳ない、同情してるって言うんですよ。何言ってんのって思いますけれども、その理由は何かっていうと、ウクライナの大半の人たちは、ロシアにとって融和的、ロシアの味方だからだって言ってるんですね。だから今ウクライナのネオナチ政権が人質に取ってるような人たちで、私たちに友好的な人たちだから同情してますみたいなことをテレビの中で言っているんですよ。まあ、これもカチンときますけれども、これはあくまでロシアの国内に向けて宣伝をしているプロパガンダになりますんで、ロシアの国内に向けて実際に特別軍事作戦っていう枠でやっていて、しかもこれは来たるべき NATO との大戦争に向けたリハーサルであって、そしてロシア軍が訓練をした兵士や将校であるから、まあ、ある程度うまくいかないのは仕方がないと。その上で、このうまくいってないことは、ロシアの、ウクライナの国内の、ロシアに対して融和的なですね、ロシアの味方のウクライナ人の人たちには大変申し訳ないんだけれども、心苦しいんだけれども、まあ今はこういう状態だということで、これもですね、自分たちの、今の侵略戦争がうまくいってない要因っていうのを、実はテレビでさらけ出していて、そして本丸は NATO なんだから、どっかで幕を引くんだぞっていう予防線とか伏線を張っているっていうことですね。ロシアはロシアで旗色が悪くて、国内でですね、自分たちが優位でうまくいってるってプロパガンダで偽情報を流していたもんだから、それを今冷やしてですね、沈静化させているというところ、ロシアはロシアで、
分が悪いっていうのは分かってるんで、どっかで幕引きを考えてるというところですね。で、昨日お届けした動画との整合性といいますかですね、そこでもしかしたらお互いがテーブルにつく可能性っていうのも出てくる。ウクライナは自分たちに有利な最大限のところっていうのを模索しつつ、今ロシアに対してですね、自分たちが優位なので結構吹っかけてるってことになりますけれども、これが6月に入ってからになると思いますけれども、6月に入って本当反転攻勢の勢いがウクライナについてきた時にロシアが折れてどう乗ってくるかっていうところですね。ここも、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。でですね、まあロシアのこういった、状況がある中ですね、ちょっと中国の話に少し行きたいと思うんですよ。結局中国とロシア一緒やねえかっていうところに行くんですけれども、ちょっと中国の話に行きたいんですけど、ちょっと本丸の話に行く前にですね、ちょっと我が国に対してけしからんことをやってますので、まずそれから行きたいんですけども、新たなガス田を試掘化ということですね。日中の中間線あるんですけれども、中間線の中国側、で、この中間線というのは日本が中国に提案してるんですよ。この中間線っていうところで海の線引きましょうよって。で、中国はそれに反対してるんですよ。でも、日本がここでいいって言ってるところの中国側なんだから文句言うなよ、みたいな形で、試掘をやってるんですよ。で、さらに、これ、私のチャンネルディープマックスさん見てくれてる方多いと思うんですけれども、ディープマックスでもこれ取り上げていて、中掘ってったら、そのガス田とかなんて、その領海をまたいで繋がってるんだから、最低でも日本との協議があるっていうのは国際的な礼儀だってことを宮本さん言ってて、ほんとその通りなんですよ。それも無視して勝手に掘ってるってこと。でですね、こういうことが起こったとき、そして今回のロシアの力による現状変更っていうのを見たときに、こういうことが起こったときに、日本が独自の高い、もし軍事力、強い軍事力を持っていたら何ができるかっていうと、この試掘しているところの周りをですね、自衛隊の、まあ、要するに海軍でぐるっと囲みゃいいわけですよ。で、メガホンでわーわーって叫んだらそれでおしまいですよ。うん。で、それが、ね、二度三度繰り返すともう、結局掘れないんでって言ってやめていくんですよ。遺憾法だけ出して掘らしてると、次もずーっとやってくるという状況ですね。この状況に対してそろそろやっぱ日本動き出さないといけないなというような気がいたします。さらにもう一つですね、買収してましたという情報でございますが、国連特別報告者に中国から2500万円と、民族浄化の、隠蔽支援監視団体ということなんですけども、まあですね、これ国連、じゃないです。正確に言うと。国連の特別報告者っていうのは、国連にある委員会が、任命する、外部の人になるんですね。外部の人。で、外部の人が、一応報告書をまとめて、その委員会に提出するなんていうことなので、国連の意見としてではないんですけれども、そういう外部の報告者の人を中国が買収していて、まあ、民族浄化、まあ、ウイグルでやったことですね。民族浄化を隠蔽するような、中国がそんなことやってませんみたいなものを、ベラルーシの報告者に書かせていたっていう、そういうニュースですね。で、その報酬対価が2500万円だったっていう話なんですよ。でね、ベラルーシの人にとって日本円で2500万円っていうのは大金です。かたやベラルーシの人でもですね、ウクライナの自由がベラルーシの自由につながるんだって言って、命を投げ打って今ウクライナの地に入って本当に命がけで戦ってるベラルーシの方々いっぱいいるんですよ。たかだか2500万円で何やってんだっていう話なんですね。そしてこの人が2500万円を受け取って流した情報で、また、ウイグルの人たちの本当に人権侵害をされている、引き裂かれている人たちが、また家族という絆を取り戻す時間というのがどんどんなくなっていくんだぞっていう話でございます。こちらなんですけれども、まあ最新のニュースで出てきましたね。またリストが流出したという話なんですけれども、実はこれより前に警察当局からのリストも1万8000人ぐらいかな、のリストが、流出してました。多分当チャンネルでもね、さすがに取り上げてると思うんです。ちょっと忘れてしまったんですけど、取り上げてるはずです。で、今回は警察ではなくて、中国当局のデータベースが流出しましたよっていう話になりますね。で、何のデータベースかといえばですね、テロ対策目的で交流しているウイグル人の方々の名簿です。なので、項目としてこのリストに書いてある詳細というのは、名前、生年月日、民族、ID 番号、あと、罪状ですね。これはもう適当につけてる罪状だと思いますけど、罪状、あと、住所、あと、刑期、長さですね。刑務所に閉じ込める刑期、あとは、収監されている刑務所っていうところの詳細がバーッと入っている
データベースでございます。ただしこれを入手した AFP の方ではこのデータベースというのが本物かどうかの確認はまあ取れていないということなんですね。なので実際にウイグルの方で国外に出られたような方に確認を取ったところ、知ってる名前いっぱいあるぞっていうことで、どうやら本物なんじゃなかろうかというところで、まあ、見切り発車でですね、記事にされたということなんですけれども、もしこれが本物だったらっていう前提がつきますけれども、ちょっとお話をしていこうというふうに思いますけれども、これがですね、中国が一応建前でつけてるようなテロ対策なのかっていう話なんですね。これに対してですね、イギリスのシェフィールド大学の講師で東アジア研究をされている方で、デイビッド・トービンさんという方ですね、この方が一応、意見をくださってまして、これはですね、対象を絞ったテロ取締りでは断じてないってことを言ってますね。うん。テロ取締りなので、ある程度そのテロをやってる人を絞り込まないといけないじゃないですか。なので、ランダムになるはずなんですよ。ウイグル人の人がたくさん住んでるところでも。ところが、このリストというのは、これ調べてみると、この、デイビッド・トービンさんだけではなくて、AFP が実際のウイグル人の方、中国に住んでたウイグル人の方にも、インタビューを試みて、一応確認は取ってるんですけども、それで行ったときに、その町とか村落、括弧をしらみつぶしに回って、大勢を連れ去ってるって言うんですよ。なので、恣意的に選んだ共同体そのものを標的にして、自治区全体に分散しているのは明らかだってことを、このトービンさん言ってるんですね。で、これ、ちょっと言い方があれなんで、ちょっと簡単に言いますね。簡単に言うと、一家族の中から一人人質を取っていって、全体を言うことを聞かせるっていうやり方をしてるってことです。かっこしらみつぶしに人連れ去ってるわけですから。でも全員はさすがに連れ去れないので、一家族から一人とか二人とかを連れ去っていくんです。人質を取っていく。で、全部の家族から一人ずつ取っていけば、全部のそこの村落全部言うことを脅せますよね。言うことを聞かせて脅すことができるということで、そういうしょっぴき方をしている、このリストからは。で、それの裏が一応 AFP としては、いろんな人にインタビューして、専門家の意見も聞いたところ、裏が取れているので出しますっていうことで、記事として出してきたっていうことなんですね。ウイグルでの人権侵害というのは中国の公式の数字からでも確認できます。それは遠藤誉先生の方で確認してくれてますし、それ、うちの方でも動画として放送させていただいております。中国の公式のデータですら、どう考えてもおかしいだろうっていう人口の減り方してるわけですよ。ということで、ウイグルでですね、こういう人権弾圧、ジェノサイドっていうのが起こってないわけはもうすでにないわけなんですけども、それをたかだか2500万円で人の不幸でですね、豊かになったやつがいるぞっていう話でございます。これを考えるときにですね、もう本当に一緒だなぁと思うようなことが実は、ウクライナ、そしてロシア、ここでも起こっているということなんですけども、まあこちらの方、これですね、ヘルソンで捕まったウクライナ人の女性の方なんですよ。で、この女性の方というのは当然ですね、ロシアの侵略戦争を憎んでいて、ウクライナに栄光あれと思っていた人なんですね。この人が捕まりました。そして、非ナチ化プログラムと呼ばれるプログラムを受講したそうでございます。そしてそれを受講したところ考え方が変わりましたと。今まではロシア兵のことを多くって言って蔑んでいた。まあ多くって呼び方がいいのかどうかは別にして、まあもうウクライナの方からしたらしょうがないですよね。もっとひどいことされてるんであれなんですけども、第三者が多く言っていいのかっていうのはまた別だと思いますが、まあ多く言っていた。まずそれを謝罪したいと。多くなんて言ってすいませんでしたと。さらに、この非ナチ化プログラムを受けたら素晴らしいプログラムだった。今はウクライナの方が悪いってことを私はよくわかる。ロシアの方が正義なんだってことをカメラの前で喋らされたっていう話。で、時折こういう感じでですね、下をうつむわけですよ。で、明らかに何か読んでるなっていう、まあ動画で見ていただければよくわかるんですけれども、これ下にカンペがあってですね、それカンペ見ながら話してるなっていうのがもうすぐわかるやつなんですけども、こういったものを捏造して、これロシア側が出してる動画ですからね、ロシア側が出してくる。今後これがおそらく、マリウポリの人たち、を使って、マリウポリでひどいことをしていたのはアゾフなんだとかですね。まあ、アゾフ以外にも、部隊紹介しました。たくさんの部隊がいます。警察官の方とか、志願兵の方とか、いろんな方が、戦っていました。そういう人たち、ウクライナのために本当にですね、人生投げ打った人たちが悪だったんだというプロパガンダ、これから、ロシアが流していくというふうに思います。さらに言うと、今回ですね、ロシア国内に自発的に逃げたウクライナの方もいるかもしれません。それでも強制連行もされたって言われてて、もう100万人以上が、ロシアの国内に連れて行かれた。66カ所に収容所があって、その66カ所に分散されて、
今収容されている人もいると。で、さらには遠く離れたサハリンですね。サハリンに居住地が割り当てられて、サハリンまで連れてかれたような人たちがいる。で、この中に今、当チャンネルで分かってるのは19万人の子供がいるってことなんですよ。19万人の子供がいる。戦争でご両親を亡くなった人、またはさらわれて、無理やり両親と引っぺがされた人、さらには両親と一緒にロシアに入ったけれども、ロシアの国内で引っぺがされたような子供たち、こういう子供たちもいるでしょう。で、この子供たちが今後洗脳をされていくわけですよ。洗脳教育ですね、人生台無しになっていく。親と離れ離れになって、まあ小さいのに。ということがロシアの国内でも起こってる。そして中国ではそれ以前から、ウイグルの状況においてこういう状況がずっと起こっていて、それを示すような重要な、リストっていうのが今回発見されたということです。これが本当に正しいリストなのかどうかっていうところはもう少しですね、追わなければいけないところだと思いますけれども、まあこれ以外の状況証拠を考えて中国がこういうことをやっていたっていうのはすでに明らかになっておりますので、今、この中国の情報と、そして今、ロシアで起こっていること、本当にそっくりだなと思うんですね。人間の個人、一人一人に主権があって、一人一人に尊厳があって、それを守るために、我々の代行として、政府として政治家やらせてもらってますっていう立て付けが崩れた国というのが、これほど凶暴で恐ろしいことを個人に対して牙を剥くっていうことなんですね。で、これを絶対認めてはいけないし、こういう国の論理っていうのが当たり前になる。力によって現状を変えてむちゃくちゃにするぞっていうのが当たり前になるような、国際社会のあり方っていうのは絶対日本は否定しなければいけないというのを改めて強く思ったということでございます。で、最後にちょっとだけですね、オーストラリアの話だけすみません、すぐ終わりますね。オーストラリアですね、政権交代しましたね。モリソンさん負けてしまいました。本当に残念だなというふうに思いますけれども、まあ、新しくですね、首相になられたのは労働党というところ、アンソニー・アルバニージーさんという方ですね。アルバニージーさん、労働党というところが勝ちました。9年ぶりの政権交代。その前は6年間労働党が政権握っていたんですけれども、モリソンさん負けましたね。中国とですね、オーストラリア、まあ、なんていうんですかね、これなんですけど、目に見えぬ侵略を、まあ、ずっとされていたオーストラリアが目を覚まして中国と思いっきり敵対して、経済的な嫌がらせを受けてもですね、一切折れずに、それ買ってもらえなくなったものを多角化してですね、いろいろと工夫を凝らしながら、まあ、やってきた、それモリソン政権だったわけですけれども、まあ、非常に残念だなという気がします。ただし、今回労働党に変わりました。で、まず気がかりだったのが、この新しく首相になったアルバジーニーさんという方がですね、直近ですぐクワッドの首脳会談があって、これに出席するかどうかで、もしかしたらクワッドの中に溝を作るんじゃないかって言われてたんですけども、クワッドへの首脳会談の参加すぐに表明してます。すぐに表明してる。で、対中政策も、モリソン政権の政策をそのまま引き継ぐってこともすでに、表明されているので、その辺心配ないかもしれないんですけれども、一点だけ、ですね。まあ、ちょっと、父ちゃんでも追ってきますけど、一点だけ言うんであれば、労働党の支持者の中に、まあ、インテリたちがいるわけですよ。で、そのインテリたちっていうのは、これだけ、オーストラリアが目に見えない侵略されてきたって言われてるにもかかわらず、国際関係ってたくさん国があるんだから、中国だけを敵視すべきではないと。いうことも同時に言ってきたような人ですね。そういう自分たち自称頭いいと言っているインテリの人たちっていうのが支持層にいるんでね。その部分だけはちょっと今後気をつけたいって見ていきたいなとは思うんですけれども、ちょっとですね、モリソンさんに関しては、残念だなという気がいたします。でですね、日本とオーストラリアに関しては、本当にですね、これから関係を緊密にしていかなければいけません。今まで実は軍事的に全然緊密じゃなかったんですね、オーストラリアと日本というのは。で、よく中国とか韓国の話するときに、日本も中国も引っ越せませんからと、日本も韓国も引っ越せませんからっていうことをよく言うじゃないですか。オーストラリアって引っ越せない。オーストラリアと日本が仲良くすることで、中国とか韓国とか北朝鮮とか、こういうならず者国家っていうのをですね、挟んだ形でパートナーシップが結ばれるということですね。今後、日本とオーストラリアの友好関係、パートナーシップが強まることっていうのもですね、ちょっと期待していきたいなというふうに思います。はい、ということで本日の内容以上でございます。ご視聴ありがとうございました。